皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は嘘だろお前、これマジ西武に E233系が導入される噂のコメントがあったので、ちょっとこれについて分析したので皆さんに紹介していきましょう。なんと驚き、 JR 東日本の E233 系が西武の路線に導入されるんじゃないかっていう風な意見が当チャンネルのコメント欄でいくつかあったんですよね。結構いっぱい思った以上にあって、マジかっていう風に感じました。まあ、こんな感じで結構気になっている方がいたので、今回はこのことを分析したので皆さんに紹介していきましょう。というわけでまずは E233 系そのものについて皆さんに紹介していきましょう。 E233 系は2006年より電車が製造されています。こちらの電車 E231 系と比べて、例えば機器の二重系統化とかいろいろ変わってですよね。これまで E231 系って基本的に機器は一つっていう感じで、まあ壊れたら頑張って自走してねっていう感じでしたが、 E233 系以降では一部の部品が二重系統化されたおかげで、片っぽ壊れてももう片っぽがバックアップとして使用できるため、一応安定性が上がったっていう風になってますね。なんか結構 E231 系前とは違って部品を純粋に2個使うわけですから、コストは結構跳ね上がってます。ただとはいえ、この二重系統化については結構他の会社でも取り入れるケースが多く、 E233 機が先陣を切って導入し、その後いろんな会社がこの E233 機みたいに一部機器の二重系統化を実施していきました。もともとは E233 機の独特な仕様っていう感じでしたが、気づいたらいろんな会社が当たり前のようになんかこの仕様を導入してますね。そして E233 系って言ったらもう一点結構大きい特徴があります。それは E233 系の内装ですね。内装はどういう感じかっていうと、これまで製造していた E231 系とは大きく異なるんですよ。国鉄時代103系、113系といった電車は途中から基本的に関東向けの電車についてはドア塗装を実施してません。おそらく多くの車両がステンレスの剥き出しっていう感じでしたね。ですが、なんと E233 系では関東の JR 東日本の通勤電車では超久しぶりにドアを塗装しています。大昔、ステンレスのドアが導入される前は割とまあ普通に塗装してましたが、ステンレスのドアを導入してからは塗装は特にしなかったんですよね。割と結構普通になんか国鉄や JR 東日本で流行っていきました。ただ E233 系ではなんか塗装するんですよね。なんで塗装復活したのかは結構謎ですが、まあとはいえなんか結構これは大きい特徴かなっていう風に感じます。あ、ちなみに E233 系は一応姉妹形式として E531 系があるんですが、この E531 系については残念ながら令和に作られた平成含めみんなドアは塗装されてませんね。あ、ちなみに姉妹って言ったら私にもお姉さんがいますよ。私には約1歳年上のクリーミーって女の子がいます。クリーミーは鉄道シミュレータ等も作っている女の子ですが、結構可愛いですよ。あ、ちなみに自分にそっくりなロボットネコミを作ったりして、最近はネコミもなんとこの鉄道シミュレータを開発しています。あ、でもこの話は全然今回の E233 系とは全く関係ありませんけどね。この話は置いておいて、ドアの化粧板だったり他には LCD の搭載、まあこれについては E231 系でも一部実施されていましたが、 E233 系ではより本格的に導入されていきました。あとは優先席付近ですね。なぜか優先席付近にポールが追加されたり、あとは床材が優先席付近で変更されたり、結構なんか内装面では特に E231 系からは大きく変化をしました。まあこのような感じですごい E231 系と E233 系って言ったら違いが多いんですが、ただ一方で E233 系って一つ面白い点があるんですよ。それは量産先行車が一切出なかったことですね。 JR では209系、 E231 系、 E233 系、電子レンジ、
あ、すいません、 E23 をケースで、まあ、こんな順で通勤電車を作っていき、各形式ごとに結構な数電車が製造されましたが、ただ209系、E231 系、E235 系ってみんな明らかに量産先行車を作ってるんですよね。ですが E233 系って実は量産先行車らしきものは存在しません。もちろんトプナー編成はいるんですが、トプナー編成がなんかすごいお試して作った感じでなく、他の E233 系と一体的に製造されており、いわゆる量産先行車みたいな電車は存在しません。E233 系って言ったらやっぱり E231 系に比べて結構雰囲気も変わってますし、なんかやっぱり量産先行車が JR ですから、あってもおかしくないんじゃないかなっていう風には感じますよね。まあ、実はこんな感じで量産先行車が E233 系については製造されてませんが、これはどうしてかっていうと、極端な言い方をすると E231 系の亜種、まあ、要するに E231 系にそっくりだからですね。見た目は全然違いますが、実は E233 系って E231 系と結構そっくりさんなんですよ。意外かもしれませんが、実は E231 系と E233 系って私のお姉さんのクレミーと私汐留はじめみたいに姉妹関係にあるんじゃないかなっていう風に私思っちゃうんですよね。ではどうして私が姉妹関係をなんか感じるのかっていうと、答えとしては E233 系の構造です。 E233 系はティブスといった感じで、機関部分については意外と従来の E233 系と同じ点が多いんですよ。まあ、要するに電車の情報伝達系ですね。これ実は、まあ、内部で細かい違いはあれど、基本的に E233 系と E231 系は同じ方式になっています。一応確かなんか LCD とかその関連もあって通信の容量はなんか違うそうですが、ほとんど実は E233 系、E231 系は通信の回路が同じっていう風に言われてますね。まあ、そんな感じで、おそらく電車の制御方式は、まあ、確かに VVVF のメーカーは違いとかはあれど、大まかには一緒なんで、E233 系も E231 系も、実際、JR 東日本的には、同じメンテナンス体系で、くくられているため、まあ、普通に確かに E231 系グループには、入るんじゃないかなっていう風に感じます。またやっぱりシステム的にも結構 E231 系とは近いため、いわゆる混血も実施しやすくなっています。E231 系と E233 系って、上野東京ライン系と湘南新宿ライン系統で混血する姿が見られます。E233 系、E231 系が、まあ、要するに連結しているわけですが、実は同じ TIMS を採用していることから、結構連結はそんなに大変じゃなかったっていうことが知られています。まあ、もちろん性能が若干違うので、その性能の読み替えとか、基本的には E233 系が E231 系で合わせて性能を落とす感じですね。あと一応実は同じ TIMS でも微妙に回路が違うそうで、いわゆる配線の順番とかそういうのが若干違うらしく、E233 系、E231 系どっちに繋がっても配線の順番に問題がないように、システム面で読み替え装置は一応搭載されています。ただこの読み替え装置は、いわゆるシステム面が全く違う形式とは違って、基本的には一緒なので、そこまで複雑ではありません。一応、読み替え装置とかそういう風に結構、面倒くさそうな感じではありますが、実態はそんなに面倒でなく、割とシンプルですね。ある意味このシンプルさも、E233 系3000番台、E231 系1000番台っていう、大規模な電車のグループに対して全部、改造しても OK っていう風に判断した理由かもしれません。例えばこの装置が非常に高級だったら、まあ、当然やっぱりこんなことはしませんよね。一応確かなんか E23 系1000万台今現在ちょうど総武快速線で導入されてますが、一説では E27 系と連結して運用に入ることも一応想定されましたが、まあ、実際そういう期間って結構短かったり、あとは E27 系と電子レンジの世代差は結構大きく、これを埋める装置って結構コスパが悪くて、まあ結局のところ普通になんか運用は分離してますね。まあやっぱりなんだかんだ1000両以上の大規模な電車のグループを改造するってなったら、 E231 系 E233 系ともにそっくり姉妹って手を生かして改造が結構簡単にいくからこそ、
実現したのかもしれません。まあ、こんな感じで実は E231 系とはそっくりな部分も多いんですよ。まあ、そんな E233 系ですが、実を言うと西部の方で活躍するんじゃないかっていう風な噂が当チャンネルのコメント等であるんですよね。ちなみにこの噂ではなんとびっくりすることに、西武玉川線に E233K01 台をサステナ車両として入れるんじゃないかっていう風な感じの話が書かれていました。E233K01 台については、JR 東日本の所属のまま直通をするっていう感じでしょうかね。まあ、直通運転するかは知りませんが、ただ一応なんか、中央線の車両基地から、この武蔵境まで送り込んで、そこから西武線内とかで運行する感じでしょうか。まあ、要するに、臨海線の大崎から新木場間を往復する E233 系の運用のごとく、臨海線内で JR 車が走る感じで西武線内を JR 車が走るっていう噂があったんですよ。まあ、結構驚きですよね。当然これまでそういった電車って西武線内では設定されてませんし、一応西武の武蔵境駅にたまに機関車は入るんですが、まあ、これは高周層でちょっと特殊なんで、やはり営業で入ってくるのは驚きですね。まあ、とはいえどうしてこんな突拍子もない驚きの噂があるんでしょうか。おそらく玉川線の特殊な事情が絡んでるでしょうね。西武玉川線はワンマン運転を実施していますが、使用している電車は確か新101系で4両固定編成での運転です。 E233 系4両編成でおそらく入線できるでしょう。拡幅がちょっと車両限界にぶつかるかについては今後チェックする必要がありそうですが、まあ、多分通るんじゃないかなっていう風には感じます。そんなになんか相当車両限界ギリギリを攻めてる感じではないですし、拡幅の電車が通ることは全然問題ないんじゃないかなっていう風には個人的に感じますね。今現在3運用を4編成で回しています。使用する車両数も現在の編成数も玉川線系とは結構少ないですよ。まあ、そういうことも加味したら全然 JR 車がなんか数編成バイト運用的な感じで入ってくるっていうのは全然可能かなっていう風には感じます。4編成の4両編成が余ってる必要がありますが、最近 JR 東日本って結構減便とかあとはそういうことを繰り返しているため、4両編成4本出すのはそんなに難しくはないかもしれません。まあ、とはいえなんだかんだ言って青梅線の奥多摩以降で結構4両編成は使用されているものの、6両編成4両編成ともに減便の影響でちょっと余ってるかもしれませんね。まあ、そういった編成を一部中央線、青梅線系統で余ってる0番台等を中心に、まあ、こっちに回していくのは、運用面等を工夫すれば物理的には可能かもしれませんね。もちろん物理的には可能ではありますが、じゃあ果たしてそんな変なことをしてメリットはあるでしょうか。一応メリットはあるにはありますね。まず西武側のメリットとしては、これまで無駄に面倒くさかった車両のメンテナンスができる点でしょうか。西武玉川線は非常に独特なエリアを走っています。武蔵境から京王線を通って、あ、ちなみに京王線との接続駅はありません。そして終点まで走っていきます。なおもう片方の終点については特に連絡路線もなく防災駅っていう感じになってますね。そしてこの西武玉川線、武蔵境で中央線と津田川邸以外一切他の路線とは接続をしておらず、また他の西武線とは一切つながっていません。これは非常に厄介で、実際西武の電車も当然定期検査を受ける必要があるんですが、玉川線にはそういった電車を検査を通すために必要な設備ってありません。普段は確か西武池袋線の沿線にある車両基地とかで定期検査を通すんですが、この際すごい手間をかけてですよ。まず武蔵境から機関車で八王子まで経由します。そして八王子から木回しをして、今度は武蔵野線の接続線に国立から入って、そしてそこから武蔵野線を経由し西武線との連絡線まで牽引していきます。ですが
機関車牽引ってこともあって結構ダイヤは組みにくく、割と夜間の改装になったり、すごい手間が多いんですよね。おまけに、普通に電車あったら、国立駅の中線でスイッチワークすればいいんですが、機関車ってこともあり、木回しの影響もあって、わざわざ八王子まで遠回りして、しかも付け替え作業っていうすごいめんどくさいことを実施します。まあ当然その作業も結構コスト跳ね上がりますしね、改装コストも結構割高です。しかもこれ定期検査をするために往復でやりますから、まあ当然やっぱり JR としては、これ結構金は稼ぎますけどね。ただ一方西武としては、やはりこれ、なんかすごいめんどくさいですよ。おまけに結構電車も古く、なかなかこれを保守するって感じで大変だったりします。まあそういうことを考えてやっぱり、西武が JRE233 系に運用を委託するってことは、メリットも多いんですよ。実際、中央線 233 系01台が運用するわけですから、まあ当然当たり前ですけどね、中央線の電車は JR がメンテナンスをします。このため、メンテナンスのこれまであっためんどくさすぎる公衆層とは撤廃できる上、いわゆる孤立路線の電車をわざわざメンテナンスする手間も省けます。このことを加味するとまあ、普通にこういった無駄な費用が減る分、JR に外注して若干割高になる部分もある程度はこれで賄えるかもしれませんね。まあ実際もしも JR に委託した場合と、西武がこれまで通り独自に古い電車を使って運行した場合、どっちが割安なのかはちょっとわかんないところですが、まあ一応もしも効果が大きければやる価値はあるのかなっていうふうには感じました。また JR 側から見ても、今現在はちょっと、いわゆる E233 系グリーン車改造で、平成そんなに余ってるわけではありませんが、この改造も数年後には終わることから、このタイミングで結構 E233 系0番台、特に機器更新終わったタイミングで、かなり余裕が生まれるんじゃないかっていう風に感じられます。やはりこのタイミングで、電車が余ってるってことは、結構もったいないわけですし、この対応の一つとして、玉川線に余ってる電車を走らせるっていうのは、まあ、結構選択肢としてはありかもしれません。JR としても、玉川線が儲かってようが、儲かってまいが、西武に固定の運賃を支払わせることができるため、うまいこと貸せばほぼ 100% 黒字になります。他にもやっぱり機関車牽引の運用を組む必要も減るため、これも結構大きいんですよ。この機関車の牽引って結構めんどくさく、実は電車の免許の中でも特殊な免許が必要です。一般的な運転手とはちょっと違った特殊な免許が必要で非常にめんどくさいですよ。実際 GI も最近、機関車牽引で結構運搬されていた一部の部品についてはなんか、機動車とか電車を作って、一応この特殊な免許不要、従来の電車の免許で運転できる車両に変更してるんですよね。まあこれはやっぱり、さっき紹介したような機関車って非常になんだかんだこの免許がめんどくさく扱いも大変なんで、やはりちょっとそんなに重くないものを運ぶ分には機関車じゃないもので運搬してもいいって考えてるんですよね。まあそういうこともあって、今回紹介してるようないいリサーサー機の導入ってのも、ある意味 JR 的にはこの機関車の牽引数を減らして、いわゆるこの免許のめんどくささが緩和されます。この点も結構 JR にとっては都合がいいかもしれませんね。特に中央線結構過密ダイヤで変な時間帯に走らせる必要もあったりすることもあるため、そういうことを加味したらまあ全然 JR としても結構メリットは一応あるにはあるんですよね。まあ西武についてもこれまでの維持費と比べて実際少ない編成数の車庫を持つくらいだったら、まあこっちに委託した方がいいんじゃないかっていう風に感じる気持ちもあるかもしれません。車庫についてはまあ従来通り運用の関係とかで一部残しつつも、基本的 JR 車で運用を担当させれば、まあ、全然運用はできそうですね。ただこれで実際従来よりも収支がプラスになるか否かで結構変わりそうだなとか、そういう風な気持ちになっています。ただそんな感じで結構お得だったらどうしてこれまで西武と JR が車両の共通化をしなかったでしょうか。答えは非常に単純です。西武 ATS の影響です。西武線内では西武 ATS って感じで、西武線独自の ATS が採用されています。多分 JR 線内の
ATSP とかそういったものとは関連性がなく、やはりこれは非常に JR にとってみれば電車の改造が必要で、わざわざこの改造した平成を用意する必要があって、そんな手間かけがあったら、まあ西武さん自分で電車を用意してくださいっていう風に思ってるでしょう。まあ当然こんな感じで、これまではどう考えてもこの保安装置の違いとか無線装置とか、まあいろんな違いがあって物理的に不可能っていう感じでした。ただ実は最近これ変わるんじゃないかっていう風な可能性あるんですよ。最近 JR と西武ではなんか事業提携をするとかそういった資料が出たんですよね。具体的にどういう提携をするのか一切明記されてませんが、ただこの資料を見ると結構すごい注目すべき点が一個あるんですよ。それは JR がどういうことをしたのかについて、なんとアタックスとかそういったフォア装置やホームドアのことが書かれてですよね。特にこのフォア装置については結構注目で、もしかしたらですけどね、ワンチャンいわゆる西武に電車を委託する際、思い切ってこのフォア装置と全部 JR 型に更新する可能性があります。いわゆるこの西武多摩川線のフォア装置も当然部品が古くなってきた新品に交換する必要があるんですが、そういうタイミングでこのフォア装置を JR タイプに更新するっていう可能性があるんですよね。もしも仮にこれと同時に JR 車を委託するんだったら、まあ全然ありですよね。西武線内を JR のフォア装置にすれば当然 JR 車は入りますから、まあ要は相鉄の路線みたいに JR の運行方式で西武が多摩川線については対応することで、西武多摩川線は JR 車で全部代用することができる環境を作れます。まあ実際中央線とつながっているわけですし、確かにこの方法は一定の合理性があるなぁとは感じます。例えばアタックスとかそういった最新の設備を導入する可能性も全然ありますね。もしも仮にこの委託をする場合、まあそういった改造等を含めて JR と提携するっていうんだったら、確かにこの提携の資料はアタックスのことをやたら書くのもまあわかるかなっていうふうには感じます。あと他には運用面でも結構シンプルっていう点は結構 JR にとって嬉しかったりします。 JR 東日本って今現在ドライバレス運転の実現に向けていろんな調査をしています。そこで西武多摩川線みたいなシンプルな路線でドライバレス運転の実験場にすることもできるかもしれません。西武多摩川線は踏切等がある一方、路線については結構シンプルで、運用もまあせいぜい3運用だけで担当される感じで、すごいシンプルなんですよね。ドライバレス運転する際、結構実験としては使いやすい環境です。 JR も一応南部支線とかいろいろ末端路線等はあるんですが、ただこういった端っこ系の路線でも貨物列車が走っていったり、結構実験するには簡単じゃないところも多いんですよね。ただ JR としてはやっぱりこのドライバレス運転を実験として多摩川線がもし JR 仕様に変更されたら、結構この路線今後活用しやすいのかなっていう風に感じます。山手線でも一応確かなんか最近自動運転を実施してるとかそういう話を聞きましたが、一応なんか踏切とかそこでも使える感じで、なんかすごいっていう風に言われてましたね。まあ正直なんか目黒線も実際ワンマン運転しながら踏切とかも全然あるんですが、まあこの話は置いといて、踏切とかがあっても普通に自動運転できるシステムを開発するという目的を考えたら、まあ普通に全然この多摩川線を活用することはできるのかなっていうふうには感じます。ただ単線なんで結構行き違いとかの関係から、それなりに工夫する必要はありそうですね。まあとはいえ実証実験としては結構使えるんじゃないかなっていうふうには感じます。見た感じなんか西武の現状次第っていう感じでしょうが、もしも仮に条件次第、結構西武的にこの JR への車両の委託をした方がコスパがいい場合だったら、まあ西武も JR も普通になんかこういうことをするかもしれません。特になんか事業提携とかで保安装置のことも書いてましたし、まあ実際するかどうかはしませんが、ワンチャンもしかしたらこういう伏線の可能性もあるのかもしれませんね。まあ結構なんだかんだやっぱりそれでも西武仕様の路線を JR 仕様に魔改造する感じなんで、まあ結構これ大丈夫かっていう疑問はあります。それなりに結構なんだかんだこの変更は大変そうですし、簡単にはいかないでしょうね。わざわざここまですんのかっていう疑問は個人的にあるんですが、
まあ、ある意味これもサステナ処理みたいな感じで作られたため、一応選択肢の一つとしてはあるのかもしれないなとか、そういう風には感じましたね。というわけで皆さん、今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメント等を書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリミーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道ことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。